はい、どうも、パチオです。今日は何やっていこうかっていうと、これですね、CRL 世界一決定戦マラソンっていうことで、今のデッキがですね、これマルチで使ってるデッキなんですけど、どうしような、ロイヤル、まあ、メガナイトコカツの槍ゴブのとこを、ロケット方針に変えてるんですけど、で、その、ゴースト。まあ、本当はね、スケルトンバレルなんですけど、ゴーストに変えてるっていう。まあ、今、強化中なんでね。なんだけど、どうしような。今、やり慣れてるから、こっちでやるのか、それとも、まあ、本来の姿ってことで、バレルにしましょうかね。まあ、本来の、まあ本来の僕がやってるマルチでやってるデッキですね、それでやっていこうと思います。まあね、プレイ始めて半ね8ヶ月目にもうそろそろ突入するかなっていうレベルなんで、使えるデッキ数が非常に少ないというのが僕の欠点なんでね。いいね。とりあえず落下ダメージだけでもありがたく取っておくという感じで。まあ、とりあえず受けとくか。ああ、めんどくさそう。めんどくさそうだ。僕、非常に、苦手です。ネクロさんが。さあどうだろう。あ、なんか意外といい感じに。ライフで受けるみたいなことはしたくないですね。 OK。 よし、なんかちょっといい感じにアドが取れてる感じはする。あー、ちょっと早計だった。ダメだね、これは。これはダメだったね。まあ一発ぐらい食らってもまあいいでしょう。まあ。いいよ。だいたいそれは OK。 ドッスン OK。 ここはコウモリも追加して攻めようか。おーっと、そう、大丈夫だろう、これなら。バーチャー、よし、チャンス。もう一丁同じパターンでいきます。これはもう折れるだろう。おーし。ある程度いい感じ。まあね、ちゃんと陸を陸で受けてくれるデッキにはね、回転の速さが生きるんだけど、まあね、ホグだの、バルーンだの、ね、下手くそなんで、トロ5000だからね。大体この YouTube やってる人って展開とか言ってる人たちが多いから、そういう人たちに比べたら穴が多いのはもう勘弁してくださいっていうことで。うわ、クロスボウ臭い。そんなことない、そんなことなかった。
火ダメージは入りの突撃の、うわー嫌だなー、バルーンか、早速勝てなそうなデッキ来たな。バルーンはクソ苦手です。ああ2発入った。もう一発、ああもう一発殴ってくれん。そうなっちゃうんだよね。ここも入っちゃう。もうねこうなるんすよ、ほんと苦手です。そっち、ちょっと欲張りすぎじゃないそれ。ちょっと欲張りすぎだろう。ちょっと相手さんやりすぎだろう。正直2本目を俺に来られたらどうだったかなと思うんだけど、まあラッキーだったね。さあどうかな。あこれいかんやつだ。全部受けられちゃうやつだ。回転も悪い。回転も悪い。うん、回すな。そして起動もする。最悪だ。俺はこの負け方のパターンを知ってるぞ。打破したいけどな。
これじゃダハデキン。ああ、ダメだ、これ完封される予感がモリモリする。二発目食らう。ああ、くそー。違うんだよ、やりたいことはそれじゃない。もうなんともならんな。ごめんなさいだな。あーごめんなさい、生きててごめんなさい。完封もええとこやな。大体デッキね、そのインフェとかテスラのあるデッキに弱いんだけど、くっそー、ディフェンスがうめえやつは困るな。なんかディフェンスに定評のある池上みてえなやつだったけど、うわーわーい、嫌な予感がする。逃げずに攻める。あ、これはやりすぎだ、これはやりすぎだ、これは来るぞ。強気が来るよね。お仕置きが怖いね。あー、ヘタッピー、またないと来る。うん、それまではよく分かってるよ。それはいかん。これよくそれでやられるんだよな。あーやられた。うわー、クソリセットしたかと思ったのに。負けるな、これは。もう苦手が明らかになるね、そう、これは。まあ、デッキ相性的なもんよりも腕の問題だと思うよ、これは。そう、絶対俺12勝できないと思ってた。苦手なデッキ使って勝てるとも思えないしな。え、そっち？そっちか。三重師ってやつか。
マジか。トリマドスン、トリマドスン。うわあ最悪。わあやっちゃった。やっちゃった。これはやっちゃってる。何のザップだったんだ今のは。ああダメだ、大混乱だ。もう余裕だな相手。あ最悪だー。しかし1本くれる望みはあるわけがない。望みがあるとは思ってないけど、まあ最後まで正々堂々と行きますか。これは目がないと2周目なんていう面白いことがやれそうだな。望みなんてなかった。ああ、そんなもんだよ。あ、ちなみに4勝っていうのはね、あのチャレンジに僕が挑戦した時の大体平均アベレージなんで、こんなもんっすわ。うん、あの簡単にクリアできるとか言ってるやつのもうそんなわけねえだろっていう。まあそんなこんなでね、今5164、あの5225だっけ。そうここにね、あのエメラルドがあるから取りたいのにね、過去一度も取ったことがないっていう、そんな下手くそによる惨敗動画になりました。じゃあ終わりにします。以上パチョでした。バイバイ。